エビリンチャンネル。鏡だけはですよ、絶対メイクで隠せないんですよ。若見えのために本当に大切なのはたるみといかに戦うかだと私は思っているわけですよ。そういう中で私が今一押しのたるみ資料何でしょうか。ハイブとは何ですか。ハイフとはカタカナでハイフしか聞いたことない人もいるかもしれないんですけれども、日本語に訳すと高密度焦点式超音波、これを英語にした単語の頭文字を取ると HIFU となるので、これを略してハイフというふうに呼んでいます。ということでですね、ハイフというのはその機械の元になって出てくるものが超音波なんですけれども、この超音波というのがどういうふうに働くかというとですね、よくこれは例えとして使うんですけれども、小学生ぐらいの時に皆さん虫眼鏡を使った実験をされていると思います。虫眼鏡を太陽にかざして髪とかにピントが合うと、その髪が燃えるというような理科の実験をしたことがあるんじゃないかなと思うんですけれども、虫眼鏡の原理というように、太陽の光が虫眼鏡に当たるだけだったら別にそこは加熱しないんですけれども、その後ピントがビシッと合うとそこは非常に高温になって髪が燃えるぐらいの高温になるというような現象を超音波でちょっと応用しているんですよね。ですからハイフというのは機械のヘッドと呼ばれるものを顔にこう当てるんですけれども、顔の表面自体は熱くなりません。ただ超音波を深いところでピントが合うように設定しているため、ピントが合った部分というのが高温になります。具体的には機種によって違うんですけれども、だいたい60数度から70度ぐらいに設定されていると思ってください。この温度というのは熱によってタンパク質が凝固する温度なんですよね。つまり卵で言えば白身が固まるような温度になります。熱によってタンパク質が凝固することによって、一つ目、熱による収縮というのが起こります。お肉が焼ければちっちゃくなるというのは、お肉のタンパク質が凝固してちっちゃくなっているからなんですよね。ですからこの熱凝固というのを利用してたるみの体積、表面積をちっちゃくしようというのが一つ目のもの。そして、こういった熱による影響というのが起こると肌のリモデリング作用というのが起こります。これは肌の張りとかを保っているコラーゲンというのが年を取ってくると切れてしまったりとか量が減ってくるんですけれども、これがですねまた増えてくるような効果があると言われています。なのでこのリモデリング作用によって肌に張りが出ますよというような効果があります。この2つが相まってハイフがたるみに対して効果があるよというふうに言われています。ハイフの場合はですね、機種によってそのピントが合う深さというのが違ったりするんですけれども、それを変えることによって深い層もしくは浅い層に対して熱を入れることができるので、それぞれ熱による凝固収縮という作用と、そしてリモデリング作用というのを引き起こすことができます。ボルニューマとは何かというと、ボルニューマは高周波を使ったタイトニング、顔の引き締めですねの機械になります。引き締めとかたるみの治療っていうとすっごい有名になったものとしてハイフがあるんですけど、このハイフは超音波を使っているものなんですよね。ボルニューマみたいな高周波を使っているものは何が違うかというとですね、高周波というのは表面から熱がじわーっと広がっていきます。だから超音波を使っているハイフがピントを肌の深いところに合わせて肌の深いところに強い熱を加えるというやり方をしているのに対し、高周波は表面から熱が広がっていくんですね。だからこれによって何が起こるかというと、表面側にたるみが強い人
というのに対して高周波が働きかけることができます。あとはですね、高周波というものは昔からよく言われているんですけれども、お肌に対するリモデリング効果が強いと言われているんですね。だから使うことによって肌の張りとかが出やすいということを言われています。ですので欧米ですよね、白人が多い国っていうのは実はですね、ハイフよりも高周波系の機械の方がずっと流行ってます。なんでかというと、白人さんって、アジア人もしくは黒人に比べてすごくですね、肌がたるみやすいんですよね。だから張りを出したい、でたるむだけじゃなくて肌が薄いからシワクチャになってたるんでいくところがあるので、張りを出したいという考え方がすごく強いんですね。だから白人さんの多い国は高周波系がバリッバリ流行っているような、そんな感じがあります。なんで人気高まってるかなっていうの、先生の見解を教えてほしいです。まずハイフっていうのはもうすごい流行ったわけですよね。だからまあハイフっていうニーズは、まあ、ある程度飽和して世界中に広まったと思うんです。ただハイフで解決できない問題もあるよねと、浅いところの問題とか張り感とか、ハイフだと苦手とする症状がありますと。でその浅めなところのたるみとか肌の張り感を出すには高周波の方が得意だよねということもあって、たるみに対してハイフという時代から、よりたるみを良くするんだったらハイフも必要だけどやっぱり高周波も必要だよねっていうような認知が広がってきたんじゃないのかなと思うんですよね。高周波といえば新しい機械を見つけたんですよね。そう、今日はそれについてもちょっと教えてほしいなと思ってます。そう、その名もピアーモ。ピアーモってなんだろうって思ってこう検索する人、いつもの通りなんだけど検索しても何も情報出てきません。なぜならばまた私が韓国から直接買い付けてきた日本第1号の機械だからです。なので韓国では現在のところですね、20代ぐらい、これちょっと前の情報だからちょっと違うかもしれないけど、20代ぐらいが稼働しているわけですよね。日本ではザワンでの1台のみというような、まあ、新しい機械なんですけれども、このピアーモも高周波の機械になります。ただピアーモっていうのはまたボルニューマとは違う機械なんですよね。でボルニューマと違うのは吸引しながら高周波をかけていくというような機能があります。で、ね、この吸引が効果としてはすごくいいんですけれども、一つだけ問題があるとすると、肌質によるんだけど人によってはここになんかあざみたいなんてカッピングみたいな跡が残っちゃう人がいるのよね。でね、まだどういう人に残るのかとかっていうのはちょっとわからないんですけど、全然残らない人は全然残らないし、一見肌弱そうな人でも全然大丈夫だったりするんですよね。ただ残っちゃう人は残っちゃうっていうのがあるので、これちょっともうちょっと研究しないといけないなと思ってるんですけど、吸引して高周波をやるということで効果は高まってるんですけど、もしかしたらこれ跡がつく人がいるかもしれないっていうのと、あとはですね、もう少し熱を追加で加えていく機能っていう2種類の高周波の機能がついているんですね。でそれを通称クワトロとチェロっていうふうに呼んでるんですけれども、クワトロっていうのは簡単に言うと、まあ、4つの方向で高周波が流れてくれて、高周波の内漏れがないというか4方向で高周波でを流し込んでくれるっていうモードがクワトロで、チェロっていうのはまあ表面に最後に熱の蓋をさらにしていくような感じなので、2種類の高周波が出せますよっていうようなものです。でね、私これ期待しているのは温度が測れるんですよ、機械でね。だから火傷しないギリギリまで上げていけるので、その中で私が絶対やろうと思っているのは肘関節ね、肘とあと膝ですね。日本のSNS とかホームページはザワンしか今まだこのピアーモっていうのを持っていないので何にもないんですけど、海外で公開されているやつにはこの関節に対して使っているものとかもあるので、私はね絶対これ関節に毎日当てたろうと思ってます。毎日は言い過ぎた、ごめん嘘言ったというような機械です。なので高周波の機械なんですけれども、また、ボルニューマとは違うものとして導入したものです。結構ね、高周波業界はね熱いのよ。すごい、だって新しい機械どんどん出てくるから、まあ、どちらかというと世界的には本当にハイフより今高周波が熱い、そんな世の中になっています。エンブレイスと糸、何度も言うけどあれはいい。以上、詳しくお願いします。はい、
ハイフって流行ったじゃない、うん、で今も現在もすごい流行ってるよね。でハイフっていうのは顔に機械をこう当てます。それで皮膚のある程度ターゲットとする深いところに虫眼鏡の原理のような感じでこう超音波をこう集めて、そしてその熱が加わっていくよというようなものなんですよね。だけどハイフというのは外側からまずこう当てているので、当たり方っていうのがやっぱりこう点々点々っていう感じなんで、全面に熱が入っていくわけではないんですよね。でこのエンブレイスっていうのは何かっていうと、まあ、エンブレイスはカニューレという針を直接ガッとこう刺すので、肌の中から直接高周波の熱を入れていくということができるので、やはり加えられる熱量に伴う収縮ですよね。これが全然レベルが違うというふうになります。最近私あのエンブレイス、まあ、多分世界一番ぐらいやっているロバティ先生というイタリアの先生がいるんですけれども、まあ、その先生にザワンに来ていただいて、さらにねいろいろと知識とかテクニックっていうのを教えていただいたんですけれども、まあ、その時の映像こちらになるんですけれども、そんな感じでエンブレイスというのは非常に強力に収縮をさせていくような効果というのがあります。そしてエンブレイスっていうのはこのカニューレというのを刺しながら熱を入れるので、その時に皮膚の奥の方にですね、たくさんのトンネルみたいなものができるわけですよね。そうすると皮膚ってこう動きやすくなるので、普段そのまま糸を入れるよりはやっぱり動きやすくなった状態の皮膚というのは、まあ、また傷が治る時にどこかにくっつくんですけど、できればくっつく時に上にくっつけたいじゃん。だからどうせ動くんだったらくっつく時にちょっとでも上側にくっつくように糸でここに縫い付けましょうというようなコンセプトで、エンブレイスと糸、もうこれは本当にいいと私は正直ずっと私の中ではすごい絶賛してるんですけれども、まだまだやっぱり世の中には広まってないので、私としては症例件数をどん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 重ねていきたいなっていうふうに思っているところでございます。やっぱり組み合わせるのがいいんですね。ずっと言ってますよね。絶対組み合わせないとダメ。例えばじゃあ今月エンブレイスやって来月糸じゃダメなの、うん、もうエンブレイスによって皮膚が動くようになった時に入れるから糸の意味がある、うんうん、これは本当に一緒にやることの意味がある。実際私自身も最初エンブレイスっていう機械を使った時には結構機械の使い方とかわからないから糸を一緒には入れてなかったんだけど、やっぱり糸を入れるようになって全然効果って変わってきたなっていうのはあります。かつエンブレイスね、加える熱の温度ねっていうのもやっぱり徐々にこう上げていっているとか、どういう風に熱を入れていこうかっていうのも、まあ私自身が考えてきてやってきたこともあるし、先日ロワディ先生から教わったこともあるので、それ含めてやってなんかねどんどんね効果が出てきているように思うんですよ。そしていいところはフェイスリフトの手術っていうのはどうしても傷跡ができちゃうでしょ。こう耳のところにこうやって傷跡ができてしまう。私は、まあ、女性だからこそ自分の顔とか顔周りに傷ができるっていうことすごい敏感なんですよ、うん、目立たないところであってもできれば作りたくないというところで、エンブレイスと糸の組み合わせっていうのは傷跡ができないっていうところが、私としては傷跡作りたくないのでいい手術だったと思っています。